お疲れ様です、ポンタです。今日もですね、信長の野望波動を実況していきたいと思います。チャンネル登録をお願いいたします。はい。えっと、本日なんですけど、ちょっといつもと趣向を変えまして、はい。こちらですね、フォーゲーマーさんの、はい。インタビューがございますので、こちらを紹介したいと思います。まあ、ちょっと前なんですけれども、あまり皆さんちょっと注目されてなかったので、あの、僕これね、改めて読んでみたいなと思います。まあ、メールインタビューというところですね。はい。 えと読者の評価5っていう、100点満点の5っていうのがあのかなり悲しいんですが、まあ、投稿数1なんでね、あえてというところでございますけれども、まあ、こちらなんですけれども、まあ、注目すべきところはあのいろんなところが面白いのあるなと思っていて、はい、あの朝倉義景を強化してほしいというご要望いただいたときは、まずニヤリとしてしまいましたというところですね。はいまあ、こちらのところはね、あのインタビューして、ちゃんと これ見て思うのは、ちゃんと読んでるなっていうか、いろんな人の意見を取り入れてるなっていうところは感じますね。はい。で、鉄砲はすごい成功だったというところではい、あのー、言っております。まあ、鉄砲強すぎてみんなが使ってるというところはあるんですけれども、まあ、運営的にはすごい鉄砲気に入ってるなというところがあるかなとは思います。はい。で、ここでですね、あのシーズン後の舞台として、欧州を選んだ理由っていうところも書いてあります。 はいでまあ、なぜ九州じゃないのかというところなんですけれども、はい、理由はです、ね、伊達政宗なら東北地方に由来する武署を活躍させたかったこと、そしてシーズン4までの延長戦でプレーしやすいという理由からですというところですね。 プレイになっちゃうじゃないですか,だから少しちょっとこうゲームの感じが変わってすぎちゃうってうところるのかなと思いますねで逆に東だったらちゃんと今まで通り特外エスとかもまあ、入れつつ同じ陸地で戦えるっていうところっていうところでねあのかなり有力になったのかなと思いますだからまあ西日本は出なかったのはあの海っていうのがあまり今までとこうゲーム感が違いすぎてだったら東の方がいいんじゃないかっていうことなのかなとは思いますね なるうどなぁとは思いました。うん。まあ、回転と攻略異例の二つっていうところはあの出てますね。回、ま、転、あのところは僕はあんまり使ってないんですけど、そろそろやろうかなぁとは思ってます。回、は、転、いまあ、は今ではないんですけど、あのシーズン限定で技能を習得させるやつなんですけど、回、ま、転、あ、を使うことで今までこの部署とこの部署で、はい、技能を重ねて強くできるよ、いい連携になるよみたいなふうに言ってたんですけど、もう なんかそういう連鎖はあるんだけれども、技能がしっくり来なかったみたいなのを今後変えられるかなとは思うので、そういうところも、あの、改めて入っていこうかなとは思います。で、こっちですね。花の刑事を選んだ理由ってコラボですね。っていうところなんですけれども、はい。これですね。なぜかというと、まあ、本作と神話性なるコンテンツなら希望するというコラボの是非があったんです。 のアンケートがあったとに、まあ、是非でそういういころで,です、ね、あの神話性があればいいよっていうことだったんですよね。あの、三国志14で、あの、二次三次とコラボしたじゃないですか。はい。で、二次三次は、僕、僕的には YouTube の会話ができてるんで、なんかね、会社の女の子たちが、あの、すごい二次三次ファンですとか言うんで、彼女たちにはフィットするとは思うんですけど、おっさんを二次三次誰それ あのデビル誰僕もね、あの、普通に、なんかね、リーマンやってた頃は全然、23時とか知らなかったんで,で、親和性がないってそういうことだと思うんですよね。で、逆に、原の刑事、不満持ってる人誰もいなかった。 たですよね、これ見事だなと思っていてまあたまにはこうねいいことをあの素敵なことをした時は褒めないとなって思ってるんですけど花野刑事は本当におっさんたちが好むバッチシのコラボだなと思って花野刑事はジャンプ世代も嬉しいしパチンコやってる若い子たちも知ってるっていうことで若い子って言っても20代後半ですけどそういう意味においてはすごく成功したんじゃないかなとは思いますねうん。 まあ個人的にはヘーゲームのとかもすごい好きなんですけど、よりメジャー感があって、ヘーゲームのはどっちかというと、もうちょっとサブカル寄りかなっていうところはあるかなと思うんですけど、あの、大人になって漫画を読んでる人向きなんですけど、花野啓二はかなり昔少年だったおっさんも知ってるっていうところですごいいいコラボだったんじゃないかなとは思いますね。うん。で、誰が好きなのかっていう、プロデューサー的には前田啓二ですというふうに、 いいますはい、でキセルとかねトラガラハオリとかシュヤリって言われても多分こういうのを僕子供の頃見たからあああのキセルねみたいなあの人をひっぱたけるやつねみたいなのってすぐわかるじゃないですかトラはなぜ強いのかそれはもう強いからよみたいなセ <laughs> いうとかも食べってもニヤリとするんですけどそういうところではすごいしっくりきてるなっていうところではいあのこのコラボ成功してるって思いますしまあそれはやっぱりあの なんだろうかな。アンケートで決めたんだなっていうところが、ここで分かって面白かったなとは思います。はい。まあ、あと注目なんですけれども、2周年、3周年っていうところの中で、シーズン内でも1ヶ月ごとに変化を感じるように開発や運営に取り組んでいきますというところで、そうですね、まあ、毎,毎回武将が出てるじゃないですか、新しい武将が。 あの今回、足利さんとかも出ましたけれども、まあ、そんな感じでね、ちゃんと毎月変化を出しますよっていうふうに書いてあるのと、であと、注目すべきは、海鮮忍者剣豪ですよね。これ、昔から言われていて、なんだったらリリース前のから忍者出すとか言ってたんですけど、まあ、いつか出しますよって言ってるので、忍者とか剣豪とかもね、多分シーズン6、シーズン7ぐらいから出るんじゃないかなとは、はい、思いますね。<laughs> まあ、っていうところですね。これ結構面白いなと思いました。このインタビューにつきましてはね。あの、割と、で、最近、信長の野,野望のこうランキングとか見てるんですけど、結構上がってるんですよね。うん。ランキングが。<laughs> あの、売上ランキングとかが上がってるし、で、出リ ユーザー、デイリーアクティブユーザー、DAU、MAU 的な数値。まあ、僕、外部のユーザーなので見れないんですけど、なんかそういうのも、いろんな数値見てみると、多分上がってるんですよね。すごくないですか普通、ゲームってこう <laughs>、下がり気味なんですけど、こう、なんだろうかな。アップデー、花のケージコラボとかでバッと戻ってきて、そういうユーザーがまた離れないみたいな。 もちろん、あの、リリース当初に比べると落ちてはいるんですけれども、多分そういうところでまた戻ってきて、そういう人たちが引き続きやってるっていうところはすごいなと思います。まあ、信長には、波動、ちょっと、うん、最初の頃結構 <laughs>、あの、ぐだってたなっていうところあるんで、まあ今でもそうだよっていう厳しいご意見もあるかもしれないんですけど、割とこう、いろんなところがね、あの、整えられてきて、僕結構ストレスなく最近遊べてるなとは思います。<laughs> まあもちろんね、あの、 なんだろうかなまあ、細かいところではね、ちょっと気になるところはあるんですけれども。うん、まあまあまあ、結構楽しいかなと思って遊んでいる次第でございます。というところでね、はい。まあ、時期は明言できないけれども、忍者とか、海鮮とか、生きてるっていうところで、まあ、多分ね、海鮮、西日本マップって、半年後か1年後レベルだと思うんですよ。ぶっちゃけ。うん。1年後とかだと、 と、2周年とかじゃないと、これだけ大きなアップでは来ない。東北のは早そ々うそう捨てないなと思うんで、まあ次でるとしたら、あれじゃないかな。剣豪とか忍者の方かな、と思いますよね。うん。忍者とか剣豪が出るのを楽しみにしてるというところでございます。まあ今日はこんな感じで、はい。インタビューのところからですね、<laughs> 未来の信長の波動の、はい。予測してみたというところではございます。 というところですね。今日はどうもありがとうございます。一旦失礼します。